7年前の打ち上げに関する展示はと。あ、記念写真があるよ。葵さん、星成さん、大河原さん、かぐやさんに、コンコちゃん。一番右の女性はまだ会ったことないな。みんないい笑顔してるね。大河原さん以外。大河原さんちょっと格好つけてるね。ハット1号に関する新聞記事も詳しく調べてみよう。ハット1号の打ち上げ迫るか。未来が映ってるぞ。おー、これが。でも事件や、妨害のことは全然書いてないな。ねえ、パパ、この手にされてるジャケット。これはハット1号のスタッフジャケットだね。驚きくんが着ていた葵さんのジャケットと同じデザインだ。そうだね。このジャケットはスタッフが実際に着用していたものだって。レプリカじゃないんだね。星谷さんのお古かな。あれ？森泉さん。あ、森泉さん、どうしてここに？ びっくりした。まさかここに。ココちゃんが逮捕されたって聞いて。なるほどさんを探してたんです。事件現場に来れば会えるかなって。ああ、心配してたのか。心配だろうけど大丈夫だよ。僕が弁護するからさ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとしゃっくりが止まらないんで、ちょっとしばらく落ち着きます。すいませんでした。ちょっと続きをじゃあやっていこうと思います。心配だろうけど大丈夫さ。僕が弁護するからさ。しゃっくりが止まらない。しゃっくりが止まらないというね、病気になってましたけど、治ったんでね、大丈夫ですよ。ココちゃんきっととても落ち込んでいると思うんです。本当は、この場所に来るだけでも、辛いはずなのに。あ、やっぱここはちょっとね、ここねさんに対してちょっと特別な場所なんですね。この場所って宇宙センターのこと？なんかみんな知ってたもんね、キズキさんのことね。でもなんか必死にそれを、なんか、まあ、隠してる感じでしたけど、キズキさんも。はい、もしかしてご存知ないですか？ココちゃんが子供の頃、ここに住んでいたこと。そうだったのか。通りでここに詳しいはずだ。住んでた？それはどういう意味合いですか、それは。ココちゃんのお母さんがここで働いていたんです。確か、心理学の先生だったかな。心理学の先生はどうして宇宙センターで？そこまでは私も知りません。でも、住み込みで働いていたから、ココちゃんもここに住んでたんです。へー。ココネちゃんはここに来たのは初めてじゃなかったんだ。どうして言ってくれなかったんだろう。多分あまり話したくなかったんだと思います。ここには悲しい思い出しかないから。なんかお母さんの話とかも初めて聞いたしね。ひょっとしたら、ここで亡くなったのは、お母さんのことなのかもしれない。その悲しい思い出って、ここで事件があったんです。7年前に、やはり7年前か。また7年前か。ハット1号の発射と同じ頃だよな。ロボット研究室という場所で、ココちゃんのお母さんが、殺されてしまったんです。なるほど。ここであった殺人事件っていうのは、ココネちゃんのお母さんが被害者だったんだね。その事件があってから、ココちゃん、学校に来なくなりました。そんな、僕たちの前では素振りさえ見せなかったのに。その話初めて聞いたもんね。私心配で、何度も何度もここに来たんです。でも、会えなかった。しばらくしてから何度か手紙はやり取りしたんですけど、結局直接会うことはできないまま。あ、そっから7年が経ちました。
それで、この前の事件で7年ぶりに再会したんだね。はい、すごくびっくりしました。だってココちゃん、別人みたいに明るくなってたから。ああ、いろいろあったんだね。そこからどうここまで立ち直ったのか。子供の頃のココネ。子供の頃のココネちゃんってどんな子だったの？すごく繊細で優しい子でした。口数も少なくて、家でずっとお絵かきをしているような子だったんです。なんだか今からは想像できないですね。ココちゃん、人の感情が分かっちゃうから。ああ、子供の頃から、あまり宇宙センターから出られなかったんです。人の多いところに来ると、飛び交う感情に酔ってしまうんですって。おー、その、すごい能力を持っているがゆえの苦しみ。人の内面が分かりすぎるってのもきっと辛いことだよな。いつも大きくて重そうなヘッドホンをしていました。お母さんが作ってくれた研究用のものだって言ってましたけど。へえ、どんな意味があったんだろう。だからその、耳がいいってね、よく言うからね。だからそのノイズが聞こえる。それが聞こえないようにヘッドホンしてたんだろうね。まあそれは辛いだろうな、確かに。ずっと聞こえてたら。ココちゃんは力のせいであまり学校に行けなくて。私は体が弱くて、学校休みがちだったから。それで気が合ったのかもしれないですね。よく宇宙センターで二人で遊んでました。懐かしいな。ココネさんのお母さん、ロケットの関係者だったんだよね。パパ、しのぶさんにあれを見せてみようよ。あー、でもなんとなく想像つくな。一番、唯一、あれじゃない？わかんなかった人。唯一詳しい情報がわからなかった。森住さん、これを見てほしいんだけど。多分一番右の、あ、ココちゃんのお母さんが映ってます。この一番右の、やっぱそうだな、和服の人。木月まりさん。ココネちゃんのお母さんが亡くなった事件って、もしかしてハット1号の打ち上げと関係しているのかな？え、あ、はい。確か事件が起きたのは打ち上げの前日だったと思います。あー、関わってんな、やっぱり。いろいろ分かってきたな。それだけではない。職員が殺されるという事態まで発生したのだぞ。大河原さんの言っていたのは、このことだったのか。となるともしかして、湯上賢治が、ここねちゃんのお母さんを殺したってことになってたってことだよね。てかよくさ、ここねさんそんな湯上さんに普通に接してたね。ここねちゃんのお母さんを殺した罪で。それなら今回の事件とは無関係じゃないかもしれないな。そうなんですか。いろいろ教えてくれてありがとう。心配しないで。ココネちゃんのことは、僕たちが守るから。はい。ココちゃんのこと、どうかお願いします。そうか。そんなことになってたか。事件現場のロボット研究所を調べて、ココネさんの話を聞く。お忙しだね、パパ。今日中に回りきれるかな。まずは留置所だな。まずはココネちゃんに。そうだね。会っておかないと。詳しくちょっと話聞いておきたいね。いやー、ちょっと、大変だったな。いやー、弁護士くんじゃないか。こんな場所で会うとは奇遇だな。バーンさん。珍しいな、こんなところで。ジャスティスがちょっと、ね、今そういうテンションじゃないんだよね、こっちは。あ、パンケージ、これ何してるんですか？実はな、バラシマ信号への面会のためなのだ。おー、それで法廷爆破事件の犯人じゃないですか。久しぶりに名前聞いたわ。うむ、法廷爆破事件の真実を証言すると言い出してな。あまりに突拍子もない話だったので、詳しい内容を直接聞きに来たのだ。突拍子もないって一体どんな話を？それは君たちも一緒に立ち会えばわかるはずだ。え、僕たちも聞いていいんですか？ははは、は、特別に許してやろう。お、爆弾犯が来たみたいだぞ。うわ。あなたたち、よくものこのことを。
あなたに会いに来たわけじゃないんですけどね、別に。私を笑いにも来たのですか？いやー、さすがに笑う余裕はないよ。こっちもいろいろ大変なんだよ。こいつが、驚きくんを殴った張本人なんだから、そういえばそうでした。ふざけやがって。暴力反対、質問 OK。暴力反対はあなたに殴られた驚きくんのセリフでしょう。反省してるんですか？聞かせてもらいますよ、バラシマさん。あなたが法廷を爆破した事件の真実とは何のことです？違う、私は爆破などしていない。あー、なんか薄々感じてたわ。あなたは、なんだっけ。あくまでもあの人を殺しただけ、カクさんを殺しただけっていう爆弾を盗もうとして。法廷を爆破した犯人ではないと言い張る感じですか？私が各刑事を殺したとき、法廷にはもう一人いたのです。もう一人いた？誰？何言ってるんですか？あなた以外に誰がいるんです？私は見ました。誰かの手がリモコンスイッチを盗み出すの。はぁ。その時、奴は私が殺人を犯すのを目撃した。なんだって？誰だかはわからなかった。でも、法廷を爆破したのは奴だ。そんなの嘘ですよ。ミユキ、落ち着くんだ。僕のサイコロックが反応していない。ってことはこいつは嘘をついていない。嘘をついてるわけじゃないみたいだ。失礼。少し取り乱しました。とにかく、私は爆弾を爆発させてはいないのですよ。あ、じゃあ、あの時言ってたのは本当だったってこと？爆弾が爆発するかもしれないみたいなことを言ってたあれは、と、まあそういうわけなのだ。彼の主張を無視するわけにもいかんからね、追跡調査をしている。爆発した爆弾も解析して調べているぞ。まだ新しい事実は見つかっていないかね。はぁ。破片を一つ一つ並べて検証しているのか。おぉ、こんなにもバラバラに。羨ましいです。そうだ、そういえばこういう人だった、この人。解体屋の血が騒ぐみたいだ。まあ、いろんな部品がありましたけど。さて、君には、ゆがみくんのきつい尋問を受けてもらうとしよう。じゃあ、第1話の事件も、そっか、裏に、真犯人が絡んでたわけか。自分も失礼するぞ。今から、木月弁護士くんの取り調べをしなければならないのでね。ああ、じゃあ、ここの人の話聞けないのかな。む？その通りだ。もしかして君たちも彼女に会いに来たのかね？ちょっと、あーなんだ。ちょっと話を聞きたいんですけどね。ダメですか？仕方がないな。ここねちゃんの話を聞くのは検察側の面会の後にするか。もうせっかく来たのに、宇宙センターに戻るしかないか。じゃあロボット研究室に行ってみようよ、パパ。そうしようか。そっか、バラシマさんやってなかったか。同日、某時刻、宇宙センターロボット研究室。なんかすげえロボットがあるぞ、これ。これ何用のロボットこれ。右のこの。ここがロボット研究室だから、4階だからラウンジの一つ上。なるほど。先日の爆発事件ではここから避難はしごが下ろされたんだよな。そして7年前、ココネちゃんのお母さんがここで殺された。このセンターでロボットの研究をしている人といえば、あの人だよね。パパ見て、あそこ。すげえ部屋だな。あれ？驚きさん。じゃあ、このバッグを使ってカプセルを運ぼうとしていたんですね。まあね、そういうこと。驚きさん。ね、事件の話はこの辺にして、お茶でも飲んでいけば。驚きくんがかぐやさんと一体何の話をしてるんだ。あら、残念。邪魔者のご登場だわ。せっかく二人でお話ししていたのにね。
みゆきちゃん、それに、なるほどさんも。ちょっと大変なんです、今、きづきさんが。おどろきさんもちょっとこのメンバーに加わってくれませんか。おどろきくんなら戻らないわよ。今後も一人で調査を続けるんだって。彼の意思は尊重しますよ。僕らは、この研究室を調査しに来ただけです。ここは私の研究室なんだけど、調べる気なら許可を取ってよね。え？あと何やってんすか今。頭をいじくりやがって。教えてくださいよ。サイモンの話聞いたわ。センター長が、コテンパンにされたってね。くる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 回ってね、突っ込んできましたよ。で、星谷の次は、あんたの部下のお姫様が逮捕されましたと。あなたやたらお姫様、お姫様。言ってますけど、どういう意味合いで言ってます？めでたしめでたし。一件落着だわ、ははははは。うく、パパなんとか言ってやってよ。この人ほんとなんかね、冷徹な感じなんだよな。どうせあんたお姫様の弁護をするんでしょ。お姫様確かココネちゃんのことだったよな。もちろんです。彼女は無実ですから。やだやだ。頭から信じちゃって。私は怪しいと思うけどな。犯人は、あの情緒不安定なお姫様。驚きくんもそう思うでしょ？俺は、まだ、わかりません。完全に否定しない。驚きさん、何言ってるんですか？わからないことをわからないというのも、科学的な態度だわ。あんたの部下の方がずっと冷静ね。あ、もう、元部下だっけ。なんで嫌みったらしい言い方しやがって。ゆがみさんのお姉さんだな、本当に。あはははは。嘘だろ、驚きくん。まさか疑ってるのか。まあ、だからこそ離れたのかもしんないな、確かに。はぁ、笑い疲れたわ。なんとか言いねえよ、ポンコツ。葵さん、顔色が悪いです。医務室へ案内しますか？あれ？葵って、葵さんのことか？驚きくんに言ってるの？ああ、このポンコツね。葵くんと驚きくんを勘違いしてるの。きっと驚きくんには、葵くんの亡霊が乗り移ってるのね。葵さん、お怪我の具合は？ああ、葵さん。葵さん、お怪我の具合は、ああ、葵さん、怖い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 。葵くん、自分を殺したお姫様を恨んでるんだわ、もちろん。それを守ろうとする、弁護士。ロボットが幽霊を見てる。そんなバカな。そんなことはないだろうけど。科学者の語る怪談なんてちっとも怖くありませんよ。僕はここに邪魔を守ります。あなたが何と言おうとね。バッカみたい。みんなそうやって妄言して、妄信して、真相を見失うんだわ。7年前の時みたいに。また7年前か。7年前のことあなたは何を知ってます？ 7 年前の事件のことを聞かせてもらえませんか？いいご趣味ね。人の心に土足で踏み入って。傷に塩まで塗るの。教えてほしかったら、そうね、何してもらおうかな。かぐやさん、俺からも頼みます。事件の解明に必要な情報なんです。え、驚きさんはもう知ってるんだね、7年前の事件。あなたに言われちゃしゃあないわね。ほら、ポンコツ、説明よ。ですが、かぐや様、個人情報に関わることは、たくじゃ喋れるようにしてやるわよ。こいつ7年前の情報握ってんのか。おー、そう、個人情報なんてゴミ以下だよね。この僕が圧倒的情報処理力で、あらゆる知を授けてやるよ。すごい、急にペラペラ喋るようになって、まるで別物、イリュージョンみたい。この部屋のロボットの体は全部かぐやの設計。僕が生まれたのは7年前。あの頃のかぐやは若かった。そんなこと言うと後が怖いぞ。そして僕らの心を作ったのが、かの天才、木月麻里教授。心を作る？ロボットの？そんなことができるのかい？
感情とは不条理なものにあらず、ロジックと心は調和し得る。かぐやとマリ、二人が作ったポンコは人間を超越する。あ、まあでも確かにすごい発明だとは思うけど。ガビビ7年前のね、事件全然説明しなかったな。マリ、ん？今ちらっと机の方を見たぞ。お、誰もマリの研究を告げなかった。マリは地球に一人の本物の天才よ。そして2体のポンコは地上に残る最後のマリの一部なの。ロボットたちが教授の一部。いやいや、それを言うならねえ、木月さんはどうなるんですか。娘でしょ。なのに二人で生み出した最高の成果を差し置いて、マリは。木月教授はロボットも実の娘も同じくらい大切にしていた。俺はそう思います。そして、あなたのことも。ぷっ。あっははは。なにそれ、笑っちゃうわよ。でもまあ、驚きくんも葵くんを亡くしているんだしね。ある意味私と同じか。はあ。かぐや様、ハンカチがご入り用ですか。黙ってろ、このポンコツ。大切にしてるか、これ。ポンタとポンコ。ああ、そうだね、この2体の。ポンタくん、片身なんですよね。もっと優しくしてあげてください。いいのよ。痛みなんか感じてないし、体ならいくらでも修理できるし。なんか心がないな、この人。それにこいつらの心は、このボディの中にはないんだし。あ、どういうことですか、それは。マリの書いたプログラムは別のコンピューターの中で走ってる。そこから遠隔操作でボディを動かしてるイメージね。え、そうなんだ。心も記憶もコンピューターの中、いわばそっちが本体なのよ。だから遠慮なく殴り放題ってわけ。まあその理屈はおかしいですけど。だけど驚きくんもあんたらもなんでそんなに古い事件を調べるの。まあ、今回の事件に関係してるからですよ。実はこの事件の犯人、7年前の犯人と同じ人物かもしれないんです。教授を殺した犯人もきっとパパが見つけてくれますよ。知らないわけじゃないでしょう。マリ殺しの犯人が誰なのか。ああ、あなたの弟さん、湯上健治ということになっていますね。含みのある言い方ね。違うとでも言うつもり。今のところはまだ確実なことは言えません。でもそれを確実にするためにもあなたの話を聞きたいんです。まあ、なんとなくね、きな臭い匂いを感じますからね。もうこの事件は、過去の事件も含めて。もともとは私がジンをマリに紹介したのよ。心理学を学びたいって言うからさ、法廷で使うつもりだったみたい。伊上健二のお箱、心理操作ですね。そう、でもさ、ジンはああ見えてクソがつくほど真面目だから、師弟っていうより女君主に忠を尽くす侍って感じ。あー、まあ侍だな。確かに立派な侍っていうよりはその日暮らしの浪人に見える。あのしみったれたお姫様ともうまくやっていたのにね。あ、知り合いだったの。あの、どうしてここねさんがお姫様なんですか。似ても似つかないけど、一応はマリの娘だもん。それにわがままお姫様にはたくさんのナイトもついているみたいだしさ。ん？なるほどな。昨日かぐやさんと会った時、ここねちゃんが黙ってた理由が分かった気がするぞ。この人苦手なんだな。なんか悪意を感じる、明確な。二つの事件の犯人が同じか。これはもう決まりってことね。決まり？一体何がです？うるさいわね。どうでもいいでしょ、そんなこと。あなたなんか知ってんだな。だいたいあんたたち、いつまでここにいるつもりよ。いや、ミヌキたちは研究室の中を調べるためにね、これから調べるところなんですけども。人の研究室を引っかきますき。なら令状はあるの。捜査令状。ちょっと、ポンタが、僕たちは警察じゃないんで、そういうのは。だったら今すぐ出てって。今すぐ。ほら、ポンコツ、お見送りを。は、はい、仰せのままに。
なんか怒り出した。伊藤さん押さないでくださいよ。ごめんなさい、ごめんなさい。命令には逆らえないんです。うわ、うわ、うわ。つまみ出された。全然調べれてないんだけど。追い出されちゃったなぁ。ひどいよ。何あの人の態度。まあ、ああいう人なんだよ。驚くさんはどうしてあんなのと。驚くさんは驚くさんでなんか、事件の真実に近づいてる感じですね。葵さんを殺された驚きくんと、木月教授を殺されたかぐやさん。通じ合うところがあるのかもしれないな。見抜き、気になる驚きさんのこと。あんなの、驚きさんらしくないよ。まあ、みぬきちゃんと驚きさんの付き合いも長いですから、あんなちょっと影があって、かっこいい感じ。確かに、キャラが変わってますよね、驚きさん。確かにそうだけど、言い方がひどいな。みぬき、ちょっと驚きさんを、偵察してくるね。え？あ、こら、みぬき、待ちなさい。おー、行っちゃった。行っちゃったよ。さて、これからどうしようかな。ちょっと孤独になっちゃったな。まだこの時間だと、バン刑事の面会終わってなさそうかな。一人ぼっちになっちゃったし、一度事務所に引き上げるか。